俺を見つけ出すとは大したもんじゃねえか。黙れ。さあ、さっさと組織の女王を話せ。じゃあ一つだけいいことを教えてやるよ。お前らは全員俺の仲間に殺される。だとこの野郎。やめろ。そいつはようやく捕まえた敵の尻尾だ。まだ殺すんじゃない。くっそ。さあ、殺されたくなかったら情報を話せ。俺はな、死ぬ覚悟はできてんだ。何をされても何も喋らねえぞ。だったら殺してやるよ。やめろ。そいつにはまだ利用価値がある。殺すんじゃない。くそ。こいつは少々気性暗くてね、俺も手を焼いてんだよ。あんまり調子に乗ってるといつ俺の命令無視して撃っちまうか分かんねえかんな。果たしてお前たちに俺を殺すことはできるのか。待ってやるよ。やめろ。このままだ。これやめて。お願いだからこれやめて。なんだよ、結局殺されんの怖えんじゃねえかよ。そこじゃないのよ。殺される恐怖よりもこのガシャーっていう痛みの方が勝っちゃってんのよ。あまりにも痛いから一回離れたよね。なのにわざわざ。やめろ。遅いんだよ。それガシャーの前に止めてもらいます。あとこれ、これめちゃくちゃ痛いのよ。これこれこれ。でも結局撃たないんだよ。お前たち殺す気ねえだろ。お前の娘さん可愛いよな。ちょっと待て、娘は関係ねえだろ。それはお前次第だ。くそ野郎が。分かった、情報を話しちゃいいんだろ。いいか、明日の深夜。なんで今情報を話そうとしたじゃん。誰がクソ野郎で。そこ我慢できない情報だよ。お前撃つぞ。撃てよ。本当に撃つぞ。撃てよ。撃つからだ。撃てよ。いや、クソ。なんで撃たれたよ。やめろ。やめてるよ。もうやめろ、追い越しちゃってんだよ。お前ら一体何がしたいんだよ。俺たちは無駄な殺しはしたくない。さあ、女王を話せ。もう教えねえよ。一度チャンス与えたかんな。男の野郎。危ねえ。おい、早く止めろって。またガシャンやられるから。早く止めろよ。今止めろって。早くしろって。止めろよ。なんで銃置いたんだよ。ほら、シミュレーションしてる。あいつあれやりたいだけなんだよ。早く止めろって。あいつあれやりたいだけなんだって。クソ、やってらんねえよ。おい、この野郎。なんであっちにもあんだよ。やめろ。遅いんだよ。ぐるぐる回ってる時に止めることできただろ。お前ら一体何がしてんだよ。やめろ。音、音に反応してんの。やめろ。やめろ。やめろ。笑った。笑った。何なんだよお前ら。もういいよ、情報話してやるよ。いいか、明日の深夜3時、川崎の倉庫で麻薬の取引が行われる。これで十分だな。ああ。